じゃあいきますよ。はい、はい、先ほど腕回しましたけど、肉離れです。はい、痛いですね。雨とやべ、足の先から頭の先っちゃおかしいけど、首あたりまで全部全身筋肉痛でございます。頭はもともとおかしいだろ。ネジあげるよ。気持ち悪い。ありがとう。もう50人ですよ。いかん、早すぎます。店長、閉めますか。マイスボ投げつける、待ってろ。うかーうかババコンガの要領で投げつけんだよそれ。ケツから目出てんの。やだ、ショックフリューやっただろ。153.6 でございます。昨日運動して、まあ水分がめっちゃ出て 151.8 だったんですけど、今日なんとか、水1リッターと、まあ、今ごめんなんですけどバーガーキング食ってきました。はい。痩せるつもりはありますよ。ただ身の健康が大事ね。つまり何を食ってもよろしいと。全てがチャラになった男。スパイダーマン。てかさ、ツイッターにさ、うん、ご飯のレポート投げてくんねよ、マジで。あれ、俺が見てんだよ。兄が見てんの。そう、俺、今日気づいたわ、マジで。兄がさ、せかせか編集したところにさ、写真がピッてきて、ガチで腹減るの、あれ。なんなん、最近推しにガチ恋したのに、恋したら食欲なくなるとか言うけど、胸はいっぱいになるのに腹はいっぱいになりません。どうすればいいですかって。じゃあ、ビッグボーイって肉2キロぐらい食ってからまた質問してくんない。そしたらね、多分ね、答え見つかるよ。間違いね。食ってる途中に、ああ、なんならどうでもよくなったってなっちゃうから、こっちで。どうでもよくならなかったら、もう一度質問しに来て。ね。配信の声やばいな。MP がバイクのエンジン音みたいで。何 cc だい ?1500cc とか。どんなどうすね。なかなか。それお前のケツから出る音やん。お前舐めてんじゃねえぞこの野郎。まだとお腹が。その笑い声だけさ、ジャングルの写真にはめるとさ。パロペロパロバスタンテカセリガノトビアコンチタラパラダシヤスジャラパラダルタコ。赤べくいらっしゃい、俺の同期来たよ。恥ずかしいなんか、やめて、俺も見ないで。それむしろサービスだけやめた方がいいよ。あーいやあ、うわあ、うるせえかさ、マジでさ、途中でさ、ゴールデン X の顔になるのやめて。どこがゴールデン X 顔じゃん。七面鳥の顔。パパ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 パ、なーに読んでない、読んでない、読んでない、読んでないよって。懐かしい。96人が今着物の昼寝姿を見てるよ。じゃあ美脚見せてもらえと、美脚。汚い。ありがとう。ははははは、え、切れたぜ。どういう仕組みなのお前の。お前は、まあ2階の人がこの前、コップが寄れるんだよねって話聞いたけど。すいません、ちょっと今耐震工事してるんですよって。あ、耐久度調べてんですよって。そうそうそう、俺が、うわーって。お前、引っ張りだこや。そこら中の建設業者からさ、君、いいね、その声で。うちに来ないかもしれん。叫べ、あーもっと叫べ。プシプシ、ありがとうございます。どういうこと。わかんねえ、俺が知りてえよ。なんだ今の質問です。今まで椅子を何個壊してきましたか。5だ。まずはあれだろ、大学の学食の椅子だろ。どういう椅子それ。プラスチックのなんかよくわかんねえ安っぽい形の椅子。あ、俺がうーパキッ。もう一つは今兄が座ってる椅子なんですけど、脚立が一切仕事をしておりません。はい。あ、何脚立。キャスターね。キャスターな。キャスターガラン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 。よしとーって。どういうことだよ。こうなるやん、作業。お前の体どんだけ規格ないんだよ。でかすぎだろ。はい、メール見とけって。物理で飛ばすの、パソコン。見てね。次のパソコンください。どういう世界だ。やめて、鼻息で座れちゃうからって。今足に。今全部吸ったお前の言葉。今のはマジで危なかった。もう一回やられたらやべえって。
危ない危ない危ないじゃねえよ。翔平さんが入った後のお風呂は何味ですか？豚骨ですか？ミント。なんで？え？ミントだろ。この世の不思議の一つで、一つはまずアイドルはトイレに行かないね。二つ目、俺が入った風呂の後はミント味。味？ミント味か。味です。はい。で最後、君の足の匂いもきっとミントの匂いなんだろうね。嗅いだら倒れるぜ。もう唯一君を応援するのはウイルスだけなんだ。ありがとうございます。あっつった。受けさせろ。誰が釣り戻したの？まことだ。まことだこいつだ。まことだったか。連打してあげる。もうすげえやつ来たわ。マイ。あのデブってゼロキロですよね。おめえ、デブにだけはゼロキロカロリー理論をね、当てはめられねえんだわ。え、定義あんのこの理論。あるよ。あるの？定義したのデブだよ。デブはデブ。そう。デブ理論って必須科目ですか？そうだよ。国語の何にあるから。お前、進級できないな。国語だった。まずあれだろ、書き方からだろ、国語っつったらそうだけど、なんで国語って言ったの俺。まずは開かなからね、次はカタカナ、こちらはデブっぽいよ。デブって漢字で出て書くの、そもそもファット。英語で書いて言わせんの。漢字じゃねえんだけど。海さんが古文ならぬデブっつってる。国語デブンで、うん、あの中高生部に入ったら三段バラロンパやるんだよ。それで扱ってつらかったぞ。母さんが言ってるわ、やっぱり三段バラロンパは難しいですよ。塾が悪いのでしょうかって。塾ってか手だろ。本当だ。今日好きな人に最近俺が見てる YouTube なんだけどさって言われたのがロジャスブラザーさんでした。ありがとうございます。ごめん、なんかごめん。それは本音はどうなの。こんなタイプの人が好きなのかって。逆に燃えるの。俺もその時はボーンって言うんだけど。さっきも LINE でロジャスブラザーさんの話で盛り上がってました。ガチでやん。え、待って待って、今ここなんかドラマ始まってるぞ。なんか牛畑の好きな人にこの配信見てるのバレましたからのウイルスが、じゃあ農業女子ちゃん相手に好きやってのバレたって。何何この女子会。なんか恥ずかしい、恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。なんかそれ、その場に俺いるんだろ。これ女子会してる中で俺こうやっていいんだろ。体育されできないの。圧倒的存在感。そうだよね。あ、そんなに。おめえ、ありがとう。あ、もうね。バレたんだって。ちょっと待って。やば、本当にバレちゃったの。マジで。え、やば、マジで言ってんの。え、どうした。ロジャスブラザーズさんへ、無事に好きな人と付き合うことになりました。ありがとうございます。愛のキューピッドかよ。ビジュアルだけはそれだな。絶対その素材ある。あ、こうだろ、こう。今日やば。やべえ、マジで。奇跡起きてるわ。やばい。おめでとう。おめでとう。おめでとう。そこじゃねえ。じゃあ別れたらこいつが20キロ痩せます。この配信来れば、あの、恋人できるっていう。スレッドだって、スレッド。スレッド。女子高生の間のスレッド。デブが、あの、恋を実らせまして、恋を太らせまして。いい人ですね。一番縁がないやん、そういう話とはさ。だってさ。デブはモテねえんだよ。なんでモテさせてんだよ。知ったろ。モテてよ、俺の方が。なんでだよ。俺自身がキューピッドだからモテないってことか。あ、目に見えてねえのかみんな。俺が目の前にいるぞ、なぜモテねえんだ。あの圧倒的存在感すぎてさ、見えるんだけど、あの腹しか見えてないんじゃない。お前らの楽器、俺の腹ここついてんか。でかすぎてさ、カビがあるなーって言われてんだか、お前ら。俺も恋してねえ、師匠。翼のないキューピッドって翼を特有名に捨ててよ。80キロ超えてから捨てよ。翼食べてよ、手先で。食べんなよ。時計です。この動画でリングフィット始めました。先輩、よろしくお願いします。うっす、あの週7でやりますんで。あ、でも、あ、
分のないは1つだけでいいです。はい、1時間かけて1つ頑張ってください。あ、スピードですか。1時間1回でもいいです。はい、あの終わったらまずそのみんなで行きましょうな。あの筋トレってのは飯取りから始まるんだよ。太ってから始まるんだ。じゃあ太ろってロジャスブラザーズのファンの相性はありますか。デブ。ごめんごめんごめん。別にないけどな。ないねないね。まあせめてデブにしとくって。いや俺デブにいるからって。あ、そう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 、それでいいや、それで。今デブ入るって。何その会話。まだ1000人しかいないんだぜ。母さんが。お、来た来た来た、超えた、やった。警報から逃げるぜ俺は。みんな警報鳴らせー。今もう一個聞こえたぞ。さあ来た。俺何に逃げてやるぜ。ほら警戒に捕まるわけ出てる。ほら加速する時間に。めちゃくちゃパトランプなってる。やばいな。これはあの GTA 星5レベルで来てるよ。軍隊だ。走れ。何休んでんだよ。うるせえ。バランス取ってます。 TikTok 見てた頃から思ったんですけど、リスナーさんとお二人の言葉のチョイスとツッコミがナイスバッチリですね。まあそうしそうでもなんだね。味がお互い喧嘩していませんね。はい。ありがとうございます。食レポ風に言うな。でもデブになったらもう脂肪で会話するんでしょ。デブパシー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 。どういう感じ。ああ召集するときは叩くんでしょ。ハイファイ。お互いのハロパンって。あ、いた、本当にいた。農業が好きで何が悪いさんだ。あの農業女子の彼氏のものです。彼氏のものです。何その日本語。やば。どうもキューピッドです。この飯と飯は合う。股関節交換しますか。ちょっとやべ、反応してる、反応してる、待って。ダメです、ダメです、警報です。指行った、指行った、指行った。おい、踏んだ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 。マラキングってなんで氷入れたがるの。普通のクレームだ、ただのクレームだった。氷抜きでって言えばいいやん。氷抜きでって言ったよ、忘れてるんだよ向こうが。ネパシーで話すんじゃないの、間違って。あ、そっち。あ、氷欲しいな。店内にデブが反応したんだよ。え、俺もって。店内ガラガラだわ。どんどんいねえよ。デブいなかったの。今日に限ってデブいなかったわ。いつもいるのにさ。いつもお疲れ様って。友達かよ。デブかよ。デブガス、デブガスって。5人集うとエレベーター乗れないよ。あ、じゃあ今日俺降りるから階段で。お前膝大丈夫かよって。なんでサポートしてっからさ。あいつ遅いな。プルもしもし。あ、救急車、救急車、もう待って待って待って、何回何回、すいません、友達のデブが5階下、4階上の階段で膝痛めてます。その漫画見て。俺も見て。粉ミルクさんだ、粉ミルク来たよ。ママー、粉ミルク、ウイスキー割りで。まだの、おい、農業おめえらイチャイチャすんな、マジで。耕すぞ、てめえ。耕すってない。俺、コロコロ転がって、ああ地面、ちょっとふかふかにして。あ、俺は転がったら固まっちゃうな。キャンプにちょうどいい硬さにしてやるからなって。応援するやん。どういうことや。ブルーシート忘れんなよって。まったくよ。幸せもんね。ここにとても可愛い子がいると聞いてきましたが、どこですか。ありがとう。白鳥やん。晴れ飛びせないみたいな人いるわ、嬉しい。ギリギリスとかも懐かしいね。血糖値ギリギリス。大人気番組になるわそれ。コレステロールギリダメっす。いやー、くそーって100キロショッピング。こちらの商品はピッ100キログラムです。
揚げ鶏世代って何ですかって揚げ鶏世代って何や俺ローストビーフ世代君は俺、うん、ドラゴンフルーツ世代どこだなんでフルーツなんだよ珍しいこと言えやララ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 ラこんばんは、初見です。このダイエット動画を見て彼女とリングフィットアドベンチャーを購入することを決めました。それで楽しくプレイしていきたいと思います。まあキューピッドだからまあキューピッドだからまあちゃんとねミドルしてやるよ。あらかぶらめちかぶらビビデバビデブビビデバビデブマジでデブですって私デブです虫よくってそれ変えるとやばいな飯を食ってベッドそこいいんだねマジでレブですやべえ歌作っちゃったなおいおいおい今の俺じゃねえぞあれ何だぞ早くやるよ俺はマジ上がんねんだよ あと1回だろ上がんねんだよあと1回かよ遠いんだよちょっと奥にあるんだよ本当にスーパーみたいな叫び方すんな152.8 でございます。トイッチは残業してなかったらやるんですけど、残業なんで終わったらやります。はい、はい。